こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回、ハネムーン3日目となります。さあ、3日目のミッション見ていきます。ゲーム PLO、さらに50ハンドをプレイしてくださいということです。PLO って何やろな。まあでも今日のミッションをクリアすると、トーナメントチケットが2枚獲得できます。PLO わかりました。ポットリミットオマハです。これ、オマハっていう違うタイプのポーカーやねんな。俺、全くわからんから、ちょっと先に勉強をさらっとしたいと思います。オマハの勉強をやってきました。最近はやっぱ YouTube があるから便利やな。基本はその YouTube 一本見れば、なんとなくわかります。さあ、一番倍飲額が低い、この 0.2 ドルで遊んでいきましょう。50ハンド遊んでいきます。オマハっていうのは手札が4枚配られるらしい。通常テキサスホールデムって2枚やんか。でも4枚配られて、その4枚の中から、まあ2つのカードを選び、そして共通カードのうちの5枚のうち3枚から選ぶという感じがオマハのルールです。いや、どうなんやろな。なんかハート2枚とかあるから、これフラッシュ揃いやすいんちゃう？あ、俺買ったわ。またハート2枚あります。あと6のワンペアなんかもいいんじゃないかな。ただこれをベットするべきなのか、強いカードなんか弱いカードなんかがこれわからへん。強いんかな？弱いんかな？でも、ポジションのいい、悪い位置から、あ、ちゃうわ。ポジション悪くないんか。俺これポジションはいいよな。3が2枚あったりとか、ダイヤがあるけど、数字が弱いんよな。これは微妙なんかな。ちょ、まあ、他の人のプレイヤーを見ながら、どのカードがいけてるんかをちょっと探っていきましょう。さあ、参加プレイヤーは誰や？この2人？ 3 人か。3枚選ぶとなると、クイーン、クイーン、キングよな。まあ、クイーン、クイーン、キングあたりがいいんか。俺何揃ってる？ 3のワンペアと、キング、クイーン、クイーンで、2ペアか。俺の場合は。3枚選んで、ストレートとかフラッシュにはならないよな、これ。いや、これレーズされた時とかどれが強いんかわからへんわ。エース。え、なに？ジャックテン。ジャックテン。あ、ストレートか、今の。あ、ストレートあるんか。ストレートとか4枚カードがあるから、テキサスホールデムに比べると揃いやすいんかな。なんとなく揃いやすい気がしてくるけど、で、これ参加していいんかどうかわからんのよなぁ。強いん？強くないん？わからん。まあでも先ほどの2人のハンドに比べるとあんましいけてなかったような気がするな、これ。どう？これ。俺だったらこれはジャックとエースを使うんか、あ、もしくはフラッシュが揃ってんのかな。あ、ジャックと3枚やったらこれジャック、え、何が揃ったん？ AKストレートがまたストレートやん。ストレート出やすいんやな。これちょっと
フラッシュとか狙えそうやから、エース、テン、参加してみましょう。フラッシュも絶対出やすいよな。場に4、手札4枚で、共通カード5枚やもんな。来た、エース揃いました。1、2、3、4。5が出ればストレートか。俺、エースが揃ってるだけよな。ワンペアは弱いよな、さすがに。あ、惜しい。スペードあともう一枚出てたらな。え、これ2ペアって俺強いの？ちょっとベットしてみましょう。エースと7が揃ってる。さあ、2ペア、相手は？何？相手何揃ってんの？ K 点8、3。ワンペアか？ちょっと勝つことができました。これフラッシュ狙えるんちゃうん？こっち側でもフラッシュいけるし、こっち側でもフラッシュいけるから、フラッシュ、ストレートは結構出てたけど、まだフラッシュ出てないんで、フラッシュは意外と強いかもしれへん。コールしてみましょう。何ハンドしたんや、俺。私のプロフィール。え、微妙なん出てきたな。何本プレイしたんか見たいんやけど。え、これまた微妙なん出たな。フラッシュ揃わんやん。6ハンドしかしてへんわ。まあ、でもこうやってミッションのおかげで、新しいゲームに挑戦できるってのはいいかもしれんな。俺、このミッションがなければ多分、オマハってやってなかったもこれ、この GG ポーカーのハネムーンミッションは、俺に新しいゲームをするきっかけをくれたんで、それはいいかもしれへん。さあ、相手は ?99 あるから負けてるやろな、俺。何も揃ってへんもんな。J765、765、765あたりでストレートが狙えそうな気がする。765、ストレート狙ってみようか。リンプインしました。オマハでもやっぱリンプインってダメなんかな。リンプインするってことは微妙なハンドだっていうことを表してるけど、俺そもそもこれが微妙なんか強いんか弱いんか分からへん。何が強いんやろな。まあ、ただこのチップ量を見ると、なんか俺強そうな人に見えるよな。さあ、ちょっとブラフ仕掛けていきましょう。よし。見事ブラフで勝つことができました。これもインターン1975ってなんか、ここら辺の微妙な数字あたりで、ストレートが狙えそう。微妙な数字が、まあまあ強くもなく弱くもないハンドあたりで、俺のカードは、なんか光りそう。輝きそうやな。でも、フォールドしてくれて全然いいよ。よく分かってないし、俺。よっしゃ。なんか知らんけど、ちょっと勝ててます。K853 って微妙じゃない？なんか、期待があまりできない。
最近ちょっと参加しすぎてたし、ちょっとフォールドで冷やしていきましょう。冷静にいきます。救急クイーンが来た。これはまあ3カードここ狙えるし、フラッシュはこのクイーン5。ストレートなら5-4なんで、まあここは参加していきましょう。え、なんかいいの来た？俺を助けるハンド出てくれてる？ 3、4、5、6が出てきたらいいよな。まあでもダイヤ、フラッシュ揃う可能性も出てきてるし、ちょっとここは無理せず、諦めましょう。ジャック2枚か。ワンペアって強いんかな、このオマハで。え、何やろう、このワンペアっていけてるん、いけてないん、わからんわ。あ、G 来た。ジャック来た。最悪。ジャック3カードで揃ったんか。で、3カードが強いんかどうかも、まあ、ちょっと謎やねんけどな。テキサスホールデムの3カードは強いよな。お、俺フルハウスやん。フルハウスは強いやろ。惜しいゲームを逃してしまいました。これ参加するハンドなんかどうかっていうのもわからんからな。さあ相手強気に攻めてきます。ってことはどんなカードや。10、9、スーペアこれ。あ、違うわ、フルハウスやわ。相手も強いな、フルハウス来てたわ。あと2人やろ、対戦相手。9はそれほど強くないんやけど、まあポジションがいいんでね。ディーラーボタンとポジションが良いので参加していきましょう。リンプインします。クイーンジャック、これは俺のハンドを助けてくれてんのか。何もなさそうやな。このゲームワンペアではちょっと弱いよな。ストレートが10が出ればストレートは出るけど、そんな確率的に低いやろうしな。諦めときましょう。どうよこれ、エースあるけどな。テキサスホールでもエースないんでさえ強くないしな。オマハの方が役はテキサスホールデムより揃いやすいよな。だってカードが増えてるもん。2枚も増えりゃそら揃いやすくなるよな。さあ皆さんどんな役で勝負をしてるんでしょうか。 12BB、 これは結構強気。あ、ホールドしたな。どんな役が揃ったんやろ、分からん。来た、キングスはいけてんじゃん。しかもスペードが来たらフラッシュが狙えるし、オールインってどうなん、どんなカードをオールインするのか俺にはよくわからへんねんけど。99、まあハートハートが出るといいんか。ハートが出るとフラッシュが揃うってやつか。おっしゃ、俺の勝ちやろこれ。おっしゃ、一気に増やすことができました。これバランスいいんじゃない。フラッシュもフラッシュがめっちゃ狙える。
フラッシュが狙える。Raise. よし、無事勝つことができました。Bold. 点々いいんかな、わからんわ。Calm. Calm.4-2、2ペア来たけど、2ペアはいいんかな。あとまだ2枚もカード配られるし、あ、でも俺2使わんのか。あ、使わへんわ、4-2両方とも。だって俺、10あるもん。あ、でも10、10使うと俺1ペアになるやん。ってことは、4-2を使った方が、俺にとっては有利なんか。4-2いいんか。4-2使うべきなんか俺は。Calm. クイーン出たけどどうするの。Check. スーピア強いんかな。Check. Check. いまいちわからんわ。これでもストレートとかフラッシュは起きないよな。Check.安全だと言えるから、2ペアは悪くはない。5-5。3-2。おっしゃ、俺勝った。2ペアでも OK なんか。これは5-5微妙やけど、エース5が狙えるからな。コールだけしとくか。いや、今回、オマハ、俺、初めてプレイして、まあ、なんとか、増やせてるのは、すごくない？初ゲームで、増えてます。相手、ベットしてきました。俺は、ここは、どうなんやろ？微妙なんかな？俺にとっては。まあ、スペード1枚しかないしな、俺。フラッシュを狙ってたんで、スペードもう1枚やったらな、もうちょっと戦えるけど。スペード1枚では、これは何？ 2-3-4-5-8。ストレート狙えるんかな？ストレート狙えるかな？狙ってみようか。Bold. Bold. Cold. お、俺を助ける手札来た。6。6、2枚？うわ、6ベッドまたしてきた。これ以上続けるのは俺には、いや、行こう。ほら、フラッシュが揃った。よっしゃ、相手なし。スラッシュ、フラッシュない。え？フルハウスか。ああ、フルハウスかー。なんやねー。フルハウスとかあるんかよ。フルハウスも多分出やすいよな、このゲーム。俺、フラッシュで買ったと思ったのに。あと31ハンドもあるわ。ああ、せっかくのプラスが全部ぶっ飛んでしまいました。フラッシュ想定できてなかったな。フラッシュじゃない。フルハウスか。これどうよ。ストレートも狙えるし、フラッシュも結構狙えるし、からいいんじゃない？まあ、さっきフルハウスで負けたんですけど。ペアの方が強いんかな？この4枚のうちにペアが入ってる方がやっぱ強いんかな？フルハウス狙えるかな？まあでも、コールしていきましょう。どうよこれ。ストレートも狙えるし、あれ？ストレートしか狙えんか。
ストレートが狙えます。ワンペアも揃ったけど、ワンペアでは勝てんよな。あんましベッド額上げないで。ベッド額上げたら俺分からなくなるし。これ J さんの2ペアが今のところ来てます。2ペア強いんかな。クラブとか出るとちょっとやばいよな。俺としては、9か1が出てくれるとめっちゃ嬉しい。この人ちょっとうまいんかな。結構ベッドとかしてくるしな。どうしよう。2ペアってコールできるん？まあ、やってみようか。10は俺にとっては微妙か。All in. Oh. フラッシュとか、クラブが出た時点できついよな。フラッシュ揃ってる人いそうやな。Oh. フラッシュよな、やっぱ。あー、もったいない。せっかくオールインしたけど。うおー、これは輝いてる。A が輝いてる。これはレイズやろ。A シーズが来ました。オマハでも A シーズは強いやろ。まあ今のとこストレートがあると危険やけど、それ以外は大丈夫か。よし、勝つことができました。さすが A シーズ、オマハでも強し。 7,8,10,J どうよこれ。リンプインでいこう。よくわからへん。微妙か。微妙か。何も揃ってないしな。さあ、オールインしたってことはそれなりにいいカードを持ってるから、できれば最後までショーダウンまで行って見てみたい。どんなカードでオールインするんやろうな。中国人対決です。5542ペアか。56、これ何 K が揃ってるんか。どっちが勝った。あ、フラッシュか。フラッシュガンガン出るな。ストレートもフルハウスもオマハは。で、オールインがポットリミットオマハっていうのかな。オールインができないから破産することはないよな、パッと。最高でもなんか、ポット額と同じぐらいのベッドしかできないよな。ポットが 10BB あると、同じように 10BB ぐらいしかできない。12BB ぐらいか。ジャックス来たけど、これどう？ジャックスっていけてんの？わからへんから。リンプインで。強いカードやったらな、俺も。3ベットしたらいいかもしれんけど、強いんかどうかわからんのよね。でもワンペア揃ってるとフルハウスにつながる可能性があるし、うわ、ハート、これはフラッシュ出る人いるやろうな。諦めよう。フラッシュやろこれ。フラッシュや、やっぱし3カードか。いや違う、フルハウスや。やべえ、来たフルハウス。え？何？フルハウスじゃないん上。
わからんかった。Raise. Bold. Bold. うーん、今回17フルハウスは狙えるけど、それぐらいか。今回もフラッシュとしても、フラッシュできたとしても43弱いからな。これはフォールドやろ。うん、ちょうど半分、26ハンド終了しました。あと24ハンドやっていきます。あ、でもね、ちょっと一回退出するわ。もし、ハンド数増えてなかったら悲しいもんな。確認しときましょう。はい、ちゃんと PLO27 ハンド数字増えてます。よかった。続きやっていきます。今回の対戦相手も、国際色豊か、ロシア。これロシアポーカー人気なんかな。また前もロシアなんか前回も見たような気がするな。これなんや。あ、台湾か。なんかアルゼンチンっぽくない？アルゼンチンや。これはフラッシュか。あ、ハローって言ってくれた。なんかハローって返さないと。ここで返せるんかな。ハロー、ハロー、ハロー。これか。煽ってきた。めっちゃ煽ってくるやん、この人。俺このハンドは微妙やな。やめとこう。ウクライナか。ウクライナとロシア。これめっちゃ宿敵の対決やん。ウクライナ VS ロシアってあんまし言うと言えないけどな。 YouTube 上ではこうバチバチやり合ってます。ストレート。スリーカードか。これエースキングあるけど、フラッシュとか、フラッシュに発展しないからな。これフラッシュ狙えるんかな、この人。さあ、ウクライナ対ロシア。因縁の対決はどちらに？あ、フラッシュじゃなかったんか。ストレートで勝ってる。まあ、これ、フラッシュ狙いやすいからいいんじゃね？残念、赤が少ない。ワンペアか。ワンペアでは心もとない。やっとハート来たけどな。これでは勝てないやろう。誰？勝ったんは。2ペア。2ペアでの勝利。
old. うん、3、4、5。 old. raise. old. old.6、5、4。これも微妙じゃないかな。Bold. Raise. Bold. あと俺24。24回遊べばいいのよな。Bold. どうやろう、これは狙える何か。Raise. Call. クイーンは良かったな。クイーン持ってて、クイーンでの勝利。こっちは特に何もない。いや、フラッシュは狙えるか。スーペア。Bold. Bold, bold. うん。俺の横に座ってる人 144BB も持ってるやん。俺をフィッシュ認定したかな。わざと左に座ってんのかな。舐めやがって。俺を舐めると痛い目に遭うぜ。カウカウ、これはどう ?9 が揃いました。でも俺はクラブが出て欲しかったんよな。ワンペア程度ではこのゲーム弱い。あ、俺2ペアや。やっぱ2ペア、2ペア。9、5、2ペアなんで。2ペアやけど、キング出た。今頃クラブ出ても遅いし。ジャック出てくれるといいか。ジャック大歓迎。ジャックかもしくは2ペア攻めか。チェック。チェック。まあ、チェックで回したいところ、ここは自信ない。あ、エース来た。エース9の2ペアです。しかもフラッシュは今回揃わないし、お前らみんなちょっと弱気やし、俺が無双してやるて。7ベットしました。誰かコールで勝負しろ。勝負だ、ロシア。やっぱ2ペア強かったんかな。これエースキング、ここでフラッシュ狙えるし、エースキングクイーンのここら辺からストレートもいけそうなんで、ここは勝負していきましょう。Raise. Call. まあ数字の大きいのたくさんあるしな、これは手札としては強いんじゃない。 Call. よし来た。2ペア早速揃いました。ここはさらに強気のベッド行きましょう。まあ、フラッシュ揃えられると嫌なんでね。対戦相手を減らしていきます。Call. Check. エースキングいいんじゃない?エースキングでの2ペア。いや、でも相手チェックで俺を罠に誘ってる気もするけど、これ以上強いのって別にそんなにないよな。Check.あ、でもハート出た。ハート出たん、やばい。よかった、相手ハートない。
おっしゃ。結構残高増えてきたで、117BB。前回の分と合わせても、トータルで収支プラスじゃないかな。意外と俺、オマハ、得意なんかな。何がカードが強い ?3 カード？点8、点8。あ、ストレートがクイーンズじゃなくて、ストレートの方を使ったんか、今。ジャックスがある。ジャックのポケットペアがあるんで、これはどうなんやろ？強いんかな？来た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 ！フルハウス！フルハウス完成やん。これ激アツモード。さあどうやって相手からチップを引き出していくか。まあまずは、2ベットぐらいやったらコールしてくれるやろ。してくれた。さあ、して、2ベット、コールして。よし、来た、コール。みんなありがとう、コール。コールでお願いします。あ、ホールどうした？あ、でもこのエースが出たからちょっとテンション上がるやついるんじゃん。テンション上がるやついるんじゃん。続いて、3.5BB ベット。またコール、お願いします。フラッシュとか、ハートマークとか出てほしいよな。ハートマークとか来ると、もしくは、なんかストレートが揃いやすいとか。ここ、オールイン、オールインとは言わないけど、なんてやろう。これ行きましょう。もしフラッシュが出てたら、あー、残念。フラッシュとか。俺、フルハウスよな。フルハウスじゃない？間違ってた？まあいいか。あー、エースのハート。今回ちょっと微妙やな。何を狙っていけばいいんかが。ジャックスぐらい、ジャックのワンペアか。ジャックのワンペアじゃちょっと心もとないよな。まあでも次のカードも見てみたいし、1BB 払いましょう。あ、全然俺を助けてくれるカードではないな。ジャックだけでは勝てんやろ。なんぼなんでも見てみましょう。強気だったこのプレイヤーは、2ペアか。同じく2ペア。キング、ジャック。二人とも強い。さあ、これどうだ？クラブがいけてるよな。クラブで様子を見ましょう。来たんちゃう？これ。エースもあるし、エースでもいけるし、クラブでのフラッシュも狙えると。キングス来ました。キングス狙いでコールしていきましょう。キングスを3ペア、4カードに成長させたい。けど全然ダメだった。こっから何も未来が見えないわ、俺。
ハンは何もダメだ。チェック、チェック、チェック。これ8。3枚あるけど2枚しか使えないよな。これ、つらいな。カール。俺の隣に座った。俺の左隣に座って、フィッシュ認定してきたやついるけど。まあまあ、俺も BB 増やしてきたよ。124。どう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 、2カード来たやん。2カード。ここは、ある程度先に下ろしておいた方がいいよな、ベットして。これはフラッシュ狙いかな。カール。ちょっとダイヤが出たらやばそうやな。ボール。ダイヤ出たやん。ダイヤ出たらあかんって。これジャックやもんな。そんなに強くないよな。これでは、あ、ちゃうわ。ハートや。ハートやからあかん。ボール。これまでもたとえジャックがダイヤであったとしてもちょっと厳しいよな。ボールド。ボールド。レイズ。レイズ。ボールド。カール。あと10回ぐらい。プレイしていきます。チェック。チェック。チェック。ベット。結構このオマハっていうのは、テキサスホールデムに比べると、ゲーム、1ゲーム1ゲームがちょっと長くない？参加する人も多いし、テキサスホールデムって、なんか、もう最初のプリフロップで、なんか全員フォールドして、あ、ゲーム終わりみたいなのあるけど、割と、カード開かれるよな。次のフロップに進むよな。誰かが、ベットして、誰かがコールして、みたいな。で、割とゲーム続くんで、50ゲームするのに、結構時間がかかる。おー。ここで、ロシアのプレイヤー攻めてきました。ロシア VS ロシアか。チェック。何を狙ってんねやろな。そこそこベットしてきたっていうことはかなり強いカードだとは思うけど。何を狙った？ストレート？ストレート狙い？ストレートがあるのかな？まあ、ポケットペアからの3カードもありうるしな。ワンペア？ストレート？ワンペアっぽくない？今の。AC ゾーン持ってたら強気に攻めていいんやな。来たんちゃう？これ、俺にとっては有利なカードやろ。キング揃ってます。キング、キングの2ペアか。チェック。チェック。8、9、10、11。惜しい。あとちょっとでストレート？チェック。え、ストレートとかやめてや。あ、よかった、ストレートじゃない。8、9、10がないんか。ボールド。ボールド。レイズ。カール。ボールド。
みんなわちゃ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 ガンガンやってるけど、これベッド額実は言うと 2.42 ドル。みんなの金額っていうのは100円ぐらいか。100円ぐらいの勝負をしてるよな、毎回毎回。まあでも、ただ楽しみたいっていう人にはこの100円、200円、300円ぐらいのゲームっていうのはいいかもしれんよな。これで生活するぞっていう人にとっては、めちゃくちゃ低すぎる額やけど、まあ遊びでやる分には全然ありよな、300円、400円って言ったら。エースジャックでのフラッシュ狙います。ここは、そこそこ大きい数字がここに出てくれたら、ストレートなんかも揃えられそうなんで、参加していきましょう。あ、いやでも、BB 額は少ないな。0.01 ドル。1円ぐらいから、0.01 円ぐらい、じゃあ1円ぐらいからスタートしてんのか。1円、2円ぐらいの勝負をしてるわけ。今でも40円ぐらい。来た、ストレート来た。40円ぐらい。40円もいかへんか。35円ぐらい。で、俺は今10円、15円をかけたわけや。このドルで見ると面白いな。あと5回ぐらいか。あと4回か。いやでもこのロシアプレイヤーすごいな。なんやかんやで残高2倍近く増やしてます。これ最大倍インが 100BB なんで、もし 100BB からスタートとしたとしても、もうすでに172やもんな。50BB からスタートしたらもう3倍以上に残高増やしてるっていうことで、この人は結構オマハプレイヤーなんかもしれへんな。え、何？俺にとってはこれ微妙な反応。過去の履歴が見えないよな。何も出てない。よっしゃ、ミッション完了した。あ、ちゃんと合図出てくれるんや。無事ハネムーンミッション3日目も完了しました。今回オマハでちょっと初めてで緊張したけど、意外と勝てて面白かったな。で、トーナメントチケットなんと獲得できます。これ 0.5 ドルのチケット2枚分です。